アンビグラムは語を与えられた形式だけでなく、異なる方向からも読み取れるようにしたグラフィカルな文字のこと。テキストはいくつかの語からなる場合もあり、異なる方向で綴られたテキストは同一のものであることが多いが、違うテキストになることもある。ダグラス・ホフスタッターはアンビグラムを2つの異なる読み方を 同一の人揃いの曲線に何とかして押し込める筆記体デザインと述べている。わかりやすく言うと、文字を180度回転させたり、鏡に映したりしてできるデザインのことで、多くはシンメトリカルで、同じ語に読める。アンビグラムの名手ジョン・ラングドンによると、アンビグラムは、ラングドンとスコット・キムが1970年代に、別々に進化、発展させたという。 キムは1981年に最初のアンビグラム集を出したとき、インバージョンズというタイトルで出した。アンビグラムという語に言及した最初の本はホフスタッターによるもので、ホフスタッターは1983年から1984年にかけて友人たちのグループが使っていたのがアンビグラムの始まりだと述べている。ホフスタッターのゲーデル、エッシャー、 バッハ1999年版の表紙には3次元、アンビグラムが使われている。アンビグラムが有名になったのは、ダン・ブラウンがベストセラー小説、天使と悪魔でアンビグラムを取り上げてからである。その本で使われたアンビグラムは、ジョン・ラングドンが制作し、小説の主人公、ロバート・ラングドンの名前も、ジョン・ラングドンから取られている。日本語のアンビグラムについては、 1986年に、坂根岩尾が、新遊びの博物誌一の中で、日本語はアルファベットより格段に難しく、できるとしてもごく限られたものになるだろうと述べている。しかし、天使と悪魔が翻訳されて、アンビグラムが日本でも広く認知されるようになった頃から、日本語のアンビグラムも数多く作られるようになってきている。アンビグラムはいくつかの種類に分類される。 ある語の文字と文字の間の空白が別の語に読めるデザインの言語が鎖の形で繰り返し繋がっているデザインローテーショナルアンバグラムの場合もあればミラーアンバグラムの場合もある通常途中から読むと元の字と見えるローテーショナルアンバグラムの時は円形に表されることもあるチェーンアンバグラムに似ているが二次元の平面を充填させるために アンビグラムを敷き詰めたもの。スペース、フィリングアンバグラムの一種で敷き詰められた語がそれ、自体から分岐し、自己掃除的方法で小さくなったところがフラクタルになっているもの。スコット・キムのツリーがその例である。印刷上のスタイリングの必要なく、自然な状態で書かれてもシンメトリーを持つもの。例えば、ドラップとサンズはそのままで、 ローテーショナルアンビグラムスになり、バッドは垂直軸に反射されたミラーアンバグラムに大文字のオキサイドは水平軸に反射されたミラーアンバグラムになる。また、縦書きに大文字のトゥースは垂直軸に反射されたミラーアンバグラムになる。アンビスクリプトはアンビグラムを遺伝子データの操作並びに解析の助けとして使っている。グラフィックデザインにおいては アンビグラムは、作詞、シンメトリー、視覚で楽しむものとして使われる。その愛好家は、型と内容の間にある関係でそれを評価する。特に独特のシンメトリーから、宣伝ロゴ、本やアルバムのカバー、入れ墨のデザインなどに利用されている。日本国有鉄道のロゴ、日清ニューマンありがとうございます。